私があなたの悲しい思い出を消しますから。私があなたの悲しい思い出を消しますから。日村先輩、お待たせしました。何ですか、そんな怖い顔して。よっぽど私の靴に恨みがあるみたいですね。ずいぶん念入りです。神経の細かい人がいるもんですね。これを素手で切り裂けるような人はあまりいないでしょうね。いたら一度やってみせてほしいくらいです。はい、どこへです？前ではうかつなこと言えませんね。どうでもいいので放っておきましょう。ですから先輩が怒ることじゃないですよ。どうしてそんなに気にするんです？この程度は可愛いものですよ。だって人間ってそういうものでしょ。
そうだ。先輩、ちょっとしたお願いがあるんですけど。道が混んでいて。お笑いって難しい。ごめんなさい。本当は寝坊です。実はなかなか寝つけなくて、眠ったのが朝方だったりして。どうしてたのかな。意外と可愛いとこあるでしょう。遅れたお詫びに、少しくらいならどこかお好きなところを舐めてもいいですが。してるんですよ。先輩と日曜に二人きりで会えるなんて、なんか嘘みたいですね。まずはお昼ご飯からですよ。何のために待ち合わせをこの時間にしたと思ってるんです？凪さんには付き合えて、私はダメなんですか？やっぱり、あの人と特別な関係なんですね。ゆうくんって、もう大人。私は食べますよ。前から一度入ってみたかったんですよ。なかなかいい感じのお店ですよね。
敗も、やっぱり何か食べた方がいいですよ。ところで、前から聞きたかったんですけど。先輩がお昼を食べないっていうのは、やっぱりその…先輩は進学するんですか？やっぱり日村先輩はすごいですよ。どんな逆境にいてもへこたれないんだから。辛かったり苦しかったり、そういう時にこそ人の本当の強さって現れるんですね。でも、ちょっと…もう、絵は描かないんですか？まさか違いますよ。だから違いますよ。心外ですね。ただ私は日村先輩が描く絵が好きでしたから。先輩の絵はすごかったですよね。施設の子供の中で大人よりも上手なのは日村先輩だけでしたよ。いてよかったんですか？それではごちそうさまでしたということで。そろそろ靴を買いに行きましょうか。ちなみに私も女の子の端くれですので、お買い物は長いですよ。
り新品はいいですね。ピカピカなのがいいんですよ。ないですか。これが気に入ってるんですし。また被害に遭わないとも限りませんから。高いもの買うのはちょっとためらわれます。日村先輩に脅されたら一生のトラウマになりますよ。それはあまりに気の毒です。キャー、とうとう先輩にまでいじめられちゃうんですね。悪いもないでしょう。王子様と結婚して幸せになったシンデレラはママ母たちに復讐したでしょうか。いいんですよ。私は憧れの先輩と日曜日にデート、今が楽しいからいいんです。もう手遅れです。私はデートだと思ってますからね。時に日村先輩？もしかして先輩もこれが初デートだったりします？初めてなんですね。よかった、嬉しいな。初めて同士、大事な記念日になりますね。実は付き合ってほしいところがあるんですけど。目的？そんなものありませんよ。乙女心は複雑なので、自分でも何が何だかわからないのです。ませんね、ここ。あ、でも少し建物が小さくなったような。私が大きくなったんですよね。あら、
私、何か怒らせるようなこと言いました？そう言わないでくださいよ。私、ずっとここに来たかったんですから。なかなかそういうわけにもいかなかったんですよ。それはやめておきましょう。先輩もそこまでは付き合ってくれないんでしょ？それより、礼拝堂の中って勝手に入っていいんでしょうか？あら？ボールですね。先生たちの言うことを聞かない子が今でもいるんですね。私が施設にいた頃は勝手に抜け出す常習犯がいたんですよ。でも、そのボールって見覚えがあるような。あら？やっぱり、それ、優子って書いてあるんですよ。それほどでもないですよ。私なんか可愛いものですよ。ほら、シンジ君なんか壁一面に落書きして叱られてたじゃないですか。あ、そういえば彼はどうしてます？やっぱりあの後で施設を出たんですか？え？死んだって、どうしてですか？もしかして。その人たちは。おや？兄さん。
優子が珍しく日曜に出かけるなんて言い出したから何かと思えば。なるほど、なるほど。うんうん、見なかったことにしてあげよう。まあまあ、そう無気にならなくても、若いっていうのはいいね。え、ああ。俺じゃなくて、妹がね。ま、ここでデートっていうのはどうかと思うけど、見逃してあげるから。日村君、ちょっと耳を拝借。もしかして、もう優子と不純異性交遊したの？あの、何の話を？そうそう。男同士の内緒話だから。やるなって言っても無理だろうから、忠告だけさせてもらおうかな。もしも優子を自分のものにしたいのなら、最も大事なのは、覚悟だよ。覚悟もなしに優子に触れたら、君はきっと後悔するよ。どんなつもりだろうと、君はもう踏み出してるみたいに見えるけどね。あ、そうだ。君だけじゃなくて優子の問題でもあるんだけど。否認は忘れないようにね。兄さん！じゃ、そういうことだから。俺は人と会う約束があるんで失礼するよ。人の恋路を邪魔する趣味もないしね。日村先輩、すいません。いえ、違いますよ。兄さんも、日村先輩と同じなんですよ。
兄さんも、あの震災で妹さんを亡くしてるんです。兄さんの本当の妹さんは、敬虔なクリスチャンだったらしいです。きっと、教会にも何度も足を運んでいたんでしょう。あの人、今も妹さんの思い出から離れられないんでしょうね。辛気臭い顔をしてるな。待ち伏せとあまりいい言葉じゃないな。ただ僕は君に会いに来ただけなのに。まあ立ち話もなんだ。君の家はこの近くなんだろ？去年年賀状を出したからな。ユウは返事をくれなかったけど。僕との間に間違いでも起こると思ってるのか？それとも期待してる？ところで、お茶は出ないのか？本当は全然悪いと思ってないだろう。しかし本当に殺風景な部屋だな。まるで監獄のようだ。僕は君と違って善行を積み重ねてきてるのでね。僕は休日でも制服だよ。というか、ほとんど私服は着ない。めんどくさい。何も着ない。お風呂の後は髪を乾かして寝るだけだからな。もしかしてうちに泊まりに来たいのか？そうか。その気になったらいつでも言ってくれ。部屋は余ってるからうちに居候してもいいくらいだぞ。実はな、ユウ。雨宮先生が僕の家に来たんだ。ああ、正確には僕の父に会いに来たんだけど。
父上は昔、自宅で絵画教室を開いてたんだ。困ったことに、教えたがりな性分でね。その絵画教室の生徒だったんだ、雨宮先生は。付き合いはずっと続いてるな。雨宮先生を音羽の美術教師に推薦したのも父上なんだよ。父上は音羽の理事とも知り合いらしいから。というより、雨宮先生の才能を買ってる、と思う。それもそうか。ユウはそっちにまるで興味がないものな。本当に知らないんだ。雨宮先生は波じゃないぞ。学生の自分に絵画だのデザインだのの賞を取りまくったらしい。それこそうちの父上より名が売れていてもおかしくないくらいだ。ま、あの震災の後は一枚も書いてないらしいけど。兄さんもあの震災で妹さんを亡くしてるんです。何か言ったか？というか、僕は何の話をしてたんだっけ？もういい。なんか話疲れた。帰る。雨宮先生が。君とゆこちゃんがデートしてたって言ってたんだが、それは本当なのか。いや別に僕に言うことじゃないけど気になるだろ。仮にも僕らは友達なんだから。ああ、悪かった。なんだ、そうだったのか。雨宮先生があまりに意味ありげな顔をしてたから。君のことが嫌いになりそうだ。
お兄ちゃん。帰らないと先生に怒られるよ。でも、帰ろうよ。私ね、もうすぐお別れしなくちゃいけないの。お、日村、おはよう。なんかまたもや死神みたいな面だね。俺は太く長く生きるつもりだから、それは勘弁だな。おお、そうだ。素直じゃない日村くんにプレゼントがあるんだよ。もしかして俺が留学するって忘れてませんか、日村くん。本気で忘れてただろう、お前。当たり前だろう、俺が書いたんだから。いやいや、これには事情があってね。前に付き合った女の子たちが何か俺んところに来たんだよ。ははっ、ご冗談を。彼女たちがどうしても盛大にお別れパーティーをやりたいっていうもんで、俺も一枚かませてもらおうかと。まあ、騙されたと思って来てくれよ。ああ、そうだ。ゆうこちゃんにも来てもらおう。そうだそうだ、それがいい。
俺のお別れ会だって言えば、何を置いても来てくれるさ。愛に時間は関係ないよ。まあ、真面目な話。ゆうこちゃんには来てもらいたいんだよ。俺の勘がさ、あの子は我が親友の恋人にふさわしいと言ってるんだよ。何かあったのかな？ちょっと見てこよう。日村。どうやらちょっとまずそうだ。ゆうこちゃんが。ああ、日村くん。とうとう美術部に入ってくれる気になったのかな？優子のこと？ああ、なかなか派手にやったらしいね。取り立てて騒ぐようなことじゃないよ。学校ではよくあることだろう。そうは言っても、女の子同士の喧嘩じゃないか。ああ、聞いてるよ。それで相手も火がついちゃったらしいね。今日は帰らせたよ。突き飛ばされて背中を打ったくらいで大きな怪我はなかったけど、教室に戻らせるのもなんだしね。ビンタを一発食らわせただけだから、謹慎とか停学とかはないと思うよ。せいぜい反省文を書かされるくらいで済むと思うよ。いじめ？ああ、なるほど。つまり、優子が殴ったのはいじめの犯人なのかな？
これでもう疑問は何もないね。日村君、これは些細なことなんだよ。放っておけばいい。これは些細なことだし、優子自身の問題でしかない。妹だからだよ。この程度のことで人の手を借りるような、そんな弱い子になってもらいたくないな。そうかもしれない。だけど、一つだけ確かなことがある。君が怒るようなことではないということだ。ユウ、帰らないのか？では、僕も付き合っていいかな？悪いものを食べたくらいで、僕の個性は揺るがない。そういう君も、あまり元気がないな。無駄なエネルギーの消耗を抑えてるのかな？だけど、ゆこちゃんのことでは怒ってる。エネルギーを使いまくってる。最近のゆうはおかしい。全然ゆうらしくない。やっぱり僕はやめておこう。部活に出ることにするよ。そういう言い方はちょっと傷つく。
はい、優子ですよ。帰ったと見せかけて、実は屋上に潜んでいたのです。なかなかやるでしょう。敵を欺くにはまず味方からというじゃないですか。少なくとも日村先輩は私の味方でしょ。優しいくせに。それにしても夕方だっていうのに蒸しますね。鋭いご意見ですね。どうせ先輩しかいないし、脱いじゃいましょう。上も下もパーッと。ダメなんですか？私、暑いのは好きなんですよね。あら、愛のないお言葉ですね。先輩はどうです？夏は好きですか？はい、何の話です？やっぱり先輩にも知られちゃいましたか。実を言うと、私、人を叩いたのって生まれて初めてなんですよ。まだじんじんしびれてるみたい。結構痛いものなんです。どうでしょうか。体育から戻ってきたら、私のカバンを探ってる人がいたんですよ。そしたら、なんか急に頭に血が上っちゃって、最近寝不足だったんで、ちょっとイライラしてたのかもしれませんね。ごめんなさい、先輩。謝るに決まってるじゃないですか。好きな人に心配をかけちゃったんですから。
ずっと想像してたんです。あの日村優くんは今頃どんな男の人になってるんだろうなって。いいえ、あなたは私が思ってた通りの人です。それは内緒です。いいじゃないですか。私は今でも日村先輩のことが好き。大切なのはそこだけですよ。お、遅かったな。とっくに図書室は閉まっただろうに、何してたんだよ。この後バイトがある割にはのんびりだったな。日村ってば。俺はこれでもなかなか勘がいいんだよね。まあそう焦らずに俺の話を聞け。木村、お前は何を考えてる？正直なところを言おうか。俺は結構驚いてるんだよ。他人のことを気にする日村優っていうのがちょっと信じられない。だったら凪のことだってもうちょっと考えてやればいいのに。じゃあ一つ質問。日村は優子ちゃんをどうする気だ？泣いたくない。そっか、そりゃいい。いいじゃん、慣れ合えるのもあとちょっとなんだから。